れだ。ただいまから選挙祭を行います。そのチケットを、1枚でビール、ジュース、食べ物一品と交換いたします。なおその3枚ずつに3品なくなった場合には、大変申し訳ありませんが有料となります。ご来場のご参加の皆さんの歓迎の意味を含めて第6回日野駐車ミーティング実行委員長橋本がご挨拶いたします。こんばんは、橋本です。第6回日野駐車ミーティングに参加の皆様、大変ご苦労様です。お暑い中、まずはじめに、お詫びを申し上げたいと思いますが、今回また、3回目の会場変更となりまして皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたが、ミーティングの中身の方はですね例年通りですのでご心配なく、今年も、ミーティング開催に際しましてですね北は北海道、南は神奈川からの参加者の皆様、山梨ですか、失礼しました、山梨からの参加者の皆様がいらっしゃいまして、スタッフ一同心より感謝申し上げる次第でございます。この度、上法寺町では初めての開催でございます。地元上法寺町当局からは、会場の使用、利用については大変お世話をいただき、ご協力をいただきました。感謝を申し上げるとともに、地元上法寺町長さんからのご挨拶をいただきます。お願いいたします。皆さんこんばんは。実は町長が出ていてご挨拶するところでございましたけれども、よんどころない事情で自白、私遠藤と言いますが、まかり出たわけでございます。本当に今大会委員長のお話あったようにですね、北は北海道から南は東北の方からまでまるまるお越しいただき、地元といたしまして大変喜びに至らないことでございます。本当にご苦労様でございました。実は宿ということで、ご案内申し上げたわけですけれども、このような廃墟でですね、ただいま地元県会議員の横田先生もお見えでございますけれども、乾杯をしたいと思います。待ちかねていろいろ練習に練習を重ねた方もあろうかと思いますが、改めて行います。乾杯の音は実行委員会事務局長の接待が行います。ビール、ジュース、さまざま何でも手に持っていただきたいと思います。はい、今年も各地からいろんなイベントの企画者、事務局の方が見えております。一応皆様の前にご紹介したいと思います。北海道ミーティング、9月の3、4日、今年も500人以上の参加者があるミーティングですが、今年も富良野市で行われます。そこの、事務局長をやっております梅本様をご紹介いたします。皆さんこんばんは。道の駅第6回駐車ミーティング開催でございます。北海道では、今年第12回目になります。北海道ミーティングというのをやらせていただいておりますが、昨年も730名ほど全国からの参加がございました。今年も、去年もそうだったんですが、もう今年もすでに、東北各県からもエントリーをいただいております。また9月
月にここにいらっしゃる皆さんの大半と、再会できるんではないかと、今から楽しみにしておりますが、今日はあの北海道の準備は、しばし忘れてですね、羽を伸ばしに来ましたんで、ぜひ、私と一杯あの一緒に飲んでいただきたいなと思います。それから9月の皆さん、こんばんは。由利高原旧車の集いの本庄クラシックバイククラブの長田と申します。今回は第6回日六旧車ミーティングの開催、誠におめでとうございます。つきましては、当日六旧車ミーティングは上宝寺町と由利原高原旧車会は秋田県の由利町の協賛を得て行っております。なかなか昨今いろいろお金のかかることばっかりで、皆さんにも非常にご負担をかけておりますけれども、このように町自体が協賛をしてくれるということは非常にありがたいことでございます。私どもも由利町にお願いしている通り、上宝寺町も今後とも日六旧車ミーティングをお助けくださいますよう心からお願いする次第でございます。つきましては、北海道ミーティングはもとより、東北では日六旧車ミーティングと由利高原旧車ミーティングを行っているわけでございますが、今後とも皆さんの協力によって旧車ミーティングは行われるということを皆さん肝に銘じて、一人一人が主催者だと、いわゆるそういう気持ちで行っていきたいと思います。三沢、三沢サンダーの方よりご挨拶をいただきます。私はサワーサンダーアロマイクラブの大砲のトニーです。今回もまた詩を書いていただきまして、カスティックアカデミーには感謝しちゃいます。私は11月にアメリカに帰ります。アメリカ、ユナイテッド・ステイツ、アメリカ。サウス・サンダーとは、look forward to a great show tomorrow, and we meet many new friends tomorrow.